アトウサタケは、千島列島のエトロフ島にある、活火山、エトロフアトウサタケとも呼ばれる、標高1209メートル、安山岩、玄武岩の二重式清掃火山であり、その姿が富士山に似ていることからエトロフ富士と呼ばれる、噴火が1812年に記録されている、1932年にも噴火した可能性がある。 北海道手下川町にあるアトサヌプリとは別の山。三名はアイヌ語で裸を意味するアトゥサと山を意味するヌプリに由来。アイヌ語学者のチリマシホによればアイヌは北海道や南千島の溶岩、異様に覆われた火山をアトゥサヌプリと呼んだ。アトウサ竹があるエトロフ島は現在ロシア連邦が実効支配し日本が返還を求めている北方領土に含まれる。 北方領土の領有権に関する詳細は、千島列島及び、北方領土問題の項目を参照されたい。チリン地図。2016年11月18日閲覧。ステンベルクマン。千島気候朝日文庫。1999年。90p。気象庁エトルフアトウサ竹有シ以降の火山活動。2020年6月27日閲覧。ありがとうございます。